おい、はいこれ乗った。おい、上。お、お、お、おい、おい。こう久々よね。えっと、あ、リツイートします。わすごいすごい。何このすごいツイート更新からのあのまとまった綺麗なツイート。それをリツイートすれば全部。あーなるほどすげえ。あすごいこれ。賢いねカシコちゃんカシコちゃん。やば俺携帯向こうに置いてきたからツイートできない。ちょっと取ってくるわ。 パソコンでしな確かに確かに確かにあれじゃないあの公式のアカウントだからツイッターがツイッター係ないのか。そうそうそうまあいいかまあいいかまあいいかうんうんうん質問していいですか。ダメ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 んうダメだうん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 ううんうんうんあんうんうんううんうんん なんだ <laughs> なんだなんだ怖いぞ。ななんだ <laughs> いやあのねあのー、画,画像を裏しさせて自分個人のあの配信の画像にしてたわ間違えて。あ,あ,あら。ああなるほど。ダメだわ。ダメ,だめダ,メダメ。ダメよダメダメ。じゃなくて先週の配信はどんな感じだったんでしょうか。えっと千ラマについてディスりまくって評判を落とし <laughs> <何>落としたね。<laughs> あもう。 お前と、お前の、あやべえ、せん光ってない間違えた。次せん光ってない画像にしてしまった。なになに、また消したの。す、せらいない画像にしてしまった。ほら。ほら、あんた。すまん。すまんた。すまんた。すまんたさんですよ。まあでも、せんの話はいっぱいしたよ。うん。あいつ、あいつ大事だなって、あいつがいないとやっぱり俺たちはダメだっていう話をして。やっぱりね。楽屋裏でもいつもその話してるもんな、みんなな。 そう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 。今一人否定的なやつがいたけど。いや、もしかして、もしかして坂田くんはなんでもいやから入る人ですか。出た。いやいや。いや。入らない。違でも嫌からは絶対入らないね。確かにでもいなかったそういうこう高校とかの時。いた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 。いた。いやいた。いた。いやそんなことないいやおめえだよ。いやお俺ではないねいや。

これとできますねいや、できないね。いや、永遠ではない。ああ、いや、まあ、少しぐらいじゃない、やっぱり。いや、少しもないね。ああ。そうね。バカだ。バカだ。バカだ、みんなも完全にいいですね。いやバカかどうかって言われたら、そうじゃない場合も存在するな。

展開していく流れ。いやいいですね。最終的にはインスタもやる。スとラインラインもやるラインラインライブやラインライブもやる。インスタラインあとなんかあるかな。えっとね配信サイトいっぱいあるよね。オープンレコオープンレコオープンレコ。こえぶステッカーステッカーもいいね。スティッカーもいテも懐かしいな。一瞬だけあったことある。 コエブってもうやってねえかなないな。あと、ネトラジでいいじゃんネトラジあ、ネトラジやばいいージん掲示板使ってやろよ。懐かしい。やってたな。みんなすぐにニコニコに映ったかなニコニコ生放送に。確かに。ね、映ったね。一瞬やった。ニコニコニコ生放送からみんなついキャスに映ったよね。そして、スキャスから YouTube に、YouTube からインスタ。スティックム、原点に変える。 原点回帰開に変えるじゃあ永久的にこれが回っていくかもしれへんそう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 ループ永久期間なんだなあ本当になんか見やすいところで見てくれればみたいなあと YouTube を取った理由 YouTube 撮った理由はもうそのまま動画投稿されるから勝手にああそうなんだそうそうよ超すごだから無断転載がなくなるえなくなりはしないねいやなくなるあいやんああいやなくなりはしないね いやでもやめると。いやいやいや。本当の嫌じゃん。本当の嫌じゃん。本当の嫌。本当に嫌。もしかしたらなんやけど、いや、違うな。いや、でも、いや、もしかしたら、ちょこの動画、いや、この配信の動画を練習して、面白いとこだけ残した質のいい動画が上がるかもしれない。 なるほどね。それを知らぬところ、知らぬとこで。なるほど。それ作ったらくれ、俺らに。俺らがそれを俺らが投稿するのか。それ俺らが投稿するからくれいいとこやったら。スペシャルサンクス名前は載せるかもしれん。おお。そういう感じですいやとかにするからね。スペシャルサンクスいやさん。いやさん。いや YouTube も取り出してニコニコも取り出して。 ツイキャスもり出してみんなどこが見やすいんですかねそうそれ聞きたかったですわ。やっぱり人が一番多いとこじゃないですかやっぱり見てみよう、ちょっと一個一個私。まずは、ツイキャスはど1万超いるでしょで、YouTube は2300人超いるのでもいるね。結構いるね。2万人いる。ライジョーシしかあ、ニコニコ3人しかいるお俺らしかおらないね。俺らじゃん。 1000人ぐらいはいました、1000人ぐらいは。もし3人だったら誰か一人見てねえからな。ほんまやな。誰か裏切りが。もともとはこれ、このラジオはニコニコでしかやってなかったもんね。そううそなのよ。確かに。でね、まあなんかこう、やっぱ見れないところ、見れない人もいるっていうので、ツイキャスも取りだし。YouTube はそのまま投稿されるから YouTube 取り。 みんななんかさ一応見直す人っているのかな、うん、その場合は YouTube に飛ぶのかなじゃあそうですねなるほどね めちゃんこ YouTube 画質綺麗やね。そう鬼のように綺麗です。鬼のように綺麗。すごい綺麗。そう。でもどこもね、ちょっとだけ特徴があったりするよ。やっぱり全部違うね。あのちょっと説明として簡単に言うと、まあその YouTube にも最近もしかしたら追加されてるかもしれんけど、ニコニコってやっぱコメントがまあその横に流れるあの従来のシステム。うええ。いいよね。えそうそうそう。で、ツイキャスはあの一番ラグがない。 一番最速で届けられる。おお素晴らしい !YouTube は多分音質画質が、一番いいあるおお一番いいと思う。よどこもね、ちゃんととあるんです。へえじゃあ、つまり、コメントのニコニコ。最速のツイキャス。クオリティの YouTube ですね。そうですねおいピッカム スティッカムはどれもちょっとあれも全てを持っている動画サイトスティッカム全てを持っているスティッカムは俺好きだったけどな俺めっちゃやってたよこいつ自分の株上げに来たなあ俺は俺は好きだったしめっちゃやってたんですスティッカムマジで俺で今でもアカウント残ったや俺やん前やん前ややん前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 あら なんかスティッカムのイメージないけどさ、顔出し配信者多くなかった。基本顔出しやね、スティッカムは。でしょ顔出しのなんかコラボみたいな。そそううつまり、コラボやっぱりその、あのね、顔出しの人と顔出しの人がね同じ画面にこう、同時にカメラの速度して、そうそう。それやりやん。スカイプ会議やん。そうやで。本当にもう、スカイプ会議垂れ流しそう。でもそんな感じ。コ声ブの顔出しバージョンみたいな感じ。

見てなさすぎでしょみんな。みんな結構いったき見てたやん。かっで。流行に乗れなくなった俺たちはきっと。乗れなくなった。本当に見てないんだよね。見るときってどんなときに見てたんだろう暇なときとか。ちょっと時間潰すときとかに見ると結構見ちゃうんだよね。はい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 。わかるわかるよ。君の気持ち。面白いんやけどさ。 どどんん音源がカオス化してきてる気がしてさ、聞くたびにこう。確かそうなん？なんか最初の、最初知らんけど、なんか結構シンプルにこう、やつやったのが、どんどんかこっちを見ろ、こっちを見ろ、こっちを見ろってかやるのみたいな。あったね。マジでえ、何そのシアハートアタックシアハートアタックや。こっちを見ろってやつやん。そんな勢いない。あ、そうなのそんな勢いない。すごい、すごいでいない。そうです。へ 興味なさすぎやろ TikTok にああ流行ってるやんけたぶんいやいややるかじゃあおっやんねや浦田さん浦田さんあれやってほしいわ何あのなんだっけあのキスキス体操を始めてのやつ投げ聞きすんどな投げ聞きすんどうでしょあれやってほしいわ君のことが好きでってやつでしょ好きでたまらないチュチュチュってやつでしょ 皆さんありがってました。それ何？顔出してやんの？顔出してやる。顔顔出してやる。やだよ。いやいや顔ぶやのに顔顔ぶやのに顔出,なたたいな顔出してやらない。顔出してやらない。顔ぶやで。顔やぞあれ。顔 <laughs> 知らねえよ。<laughs> やりたくねえ。<laughs> ー顔出し。俺らがもう顔出しはじなんかさ、まあ、自撮りライブ後の自撮りとかはさ、うん、とかさ YouTube でちょっとマスクしながらはさわかるけどさ。 もう俺らがマスクを外して4人でどうも浦島坂田戦ですってやりだしたらもう終わりな気がする悲しいけれどね全部マスク取ってたらもう僕たちは違う人になっちゃってそこだから初心を忘れず頑張ろうはいネットラジから始めようぜ戻るか掲示板使うのか掲示板使う作るかもう今のコメントの流れで言うと多分掲示板1個一瞬やで一瞬やろうな確かにな確かに 一瞬だよね。リロードしたらもうちょっしかもさ、昔のそのレトロラジのやつって全部のコメント読むやん、全部の。読んでたね。飛ばすことがないね実はあれ。逃すことがないからね。確かに。逃すことがないから、そう、あの、1分に1回リロードしたらね、あの3つ来てるぐらいやからね。そうだね。確かに。その一つにどんだけ時間かけんやろぐらいしゃべるからな、ほんと。そういや、一つにどれぐらいかけられるかが、そのね、放送の人の技量を表すと言われてたからね、あの時代は。いは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 い。そうそうそう。 ネトラジのこと知らん子結構多いと思う。いるよね。多いでしょ。うん。やってたのみんなって。俺やってた俺はね、3回ぐらいしかしてない。おー、俺やってたわ結構。僕も10回ぐらいかな、たぶん。マーシーは俺もやってた24時間やったことあるわネトラジでで。えぇ、すげえ、一番すげえやつ。先駆けじゃん。企画でやったんだよ。 でもマシ24時間マシやるって言ってどうせ聞こえてくるのクリックの音ぐらいなんじゃうんちゃんと企画ってやったよ。あ、そうですよね。えっと、坂とも出た気がするけど。おったかなたぶんね、SOS なんかなんかでやったと思うで。あ、出たかもね、もしかしたら。うんやった。SOS だとマシ何何のキャラやってたのおるよちゃんとおるよあれやな。オるよね。荒川さん。あの。シ事ジの荒川さん。

<laughs> うんあそうなんだ強かった SOS なんでの <laughs> まあねネットラすのいいけどそこまでキャラいたらキャラの幅広すぎへんちょっと <laughs> 確かに <laughs> 普通クルちゃんとかね, <laughs> ね シマ君めちゃくちゃその多分ハルヒが好きやってんけどちょうどハルヒでできるキャラクターが多分ねもしかしたらキョンぐらいしかいなくて俺とキャラかぶっちまうから無理やり荒川さんやってくれててそう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 そいそう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 ってそう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 そそう そのの登場ぐらいしか絡めなくねずっと喋だからそのコラボしたときは確か俺がなんか MC みたいな感じでどんどんなんかお題振って SOS、うん、な,なんかやっていくっていう配信をした記憶がある、うん、なるほど SOS <ー><ー>団の、うん <S S 団の人もたまに気使って島君に荒川さんはどう思うんだって悲しい <laughs> 悲しい <laughs> 喋れないから空気空気読んであげてる荒川さんに話振る必要ないからな、賞味。絶なかったから。でもみんな気遣使って。荒川さんはどう思うのってこう、話しても振ってたから。私はこう思いますね。ってやってたわ。懐かしいな。めっちゃ面白い。懐かしい。みんな、なんか空いいやつらばっかだったじゃん、じゃあ。本当ね。平和だった世界だったね。いや、懐かしい。 そんんな時代があったんですねねそれが今ではカオブが出フォいです、ね。カオブか。だから多分今の俺らの会話みたいなやつを今の子たちがするとしたら、うんうん、あの時のこう手のひらに顔のせるやつ面白かったよねっていう会話をきっと僕らはらの年の時に今の子たちがするんです。あまあ、するんだろうな。なるほどね。せ切なくなってきたな。そろそろ読むか。うん

大寒を体感を迎え、いよいよ冬も大詰,大詰めとなりましたね。私は雪,雪国生まれの雪国育ちなのですが、昔からとても寒がりで、うん、今年も残りの冬をどう過ごすか、憂鬱で仕方がありません。そこで質問なのですが、うん、何か効果のある防寒対策がありましたら、うん、ぜひご教授、ねえー、いただきたいです。うん これからも寒い日が続きますが、お体にお気をつけて頑張ってください。浦島坂田戦の一層のご活躍を期待しております。ここまで読んでいただきありがとうございました。おごた達などありましたら。ございましたら、見逃していただければ幸いです。にが笑い。はい。うん。ん。防寒対策か。なるほどね。防寒対策ね。寒がりの人。はい。はい。めっちゃ冷え性わし。お。二人じゃ、俺も。二人じゃん。厚がりの人。はい。はい。どっちも。何君だ。いや、俺はどっちでもないな。万能なん。 その逆に言うとどっちも弱点やからね。万能じゃなくね。なんかね、坂田とね、魂も感じてたと思うんだけど、坂田と同じ学園になると、なんか寒いな、暖かくしないって言った温めるとさ。ごめん、暑いから切っていいって言われるよね。あるあるある。あるいられたいられた言われたうん。いいよね。よくやった。あ、よくやです本番前に汗かきたくないからな。 本番前に寒かった俺。ごめんね。あれだよね。あの、うらさかん時だね。そう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 。寒かったな。俺も暑がりになろう。なろうかな。なろうよ。どうやればなれどうやればなれんどうやればなれんだどうやなれるのどうやったら。おすすめの防寒対策はまあし。俺はもう普通に着こむぐらいしかしてないな。寝る時とかもはいはいはい。もこもこの靴下とか入って寝てる。 なんか寝るとき靴下はかないほうがいいってなんか聞いたことあるそうはかないほうがいいみたいなんだけどそのモコモコのやつはなんかそれつけて寝るとめっちゃすぐ寝るへえわかるわモコモコのモコちゃんモコとモコちゃんモコちゃんモコちゃんはい酒田さんね <laughs> あそうだなでも俺暑いのも苦手やからほんまにもうちょっと寒いぐらいが俺実はちょうどよくて寒くないって言ってなかったっけいや寒がりやよめっちゃ寒がりやけどでもちょっと寒い耐えるぐらいが僕でちょうどよかったですねむしろちょっと寒いぐらいがちょうどいいんだよなだから特にそんな言うほどしてないな普通かなうんって感じ俺ないな俺ないああ僕はですね 今あのキる毛布っていうのを着てて、うん、ああいうねああ羽織るやつ<ー>袖通してそう羽織るやつあ<ー>あれめっちゃこれめっちゃあったかくてさ <laughs> あったかいよねうんこれめちゃめちゃあったかいですこれマーシーおすすめキる毛布キる毛布ね調べ調べてみてくださいちなみに1 6 0ンチぐらいの男性は S サイズぐらいのやつがいいと思いますちょっと大きいのちょっと大きい<ー>あれ M, M サイズかなを買ったらなんか結構でかかった気がするんだよねうんなので小さめがおすすめです はいじゃあ切る毛布にモコモコ靴下完璧じゃん確かに確かにす晴らしいいいよねと思うん君は床暖房暑いんだよな床暖はちょっと俺苦手嫌い少しそうなんだえなんでしんどいしんどいんかねソファーとかがあるならいいんだけどさ床に座ったりすると直にケツに火がつくみたいな感じでマジで暑いそうそうマジで暑いんだよね 確かにねなんか漏らしたかなみたいな思う感じあるね。そこまでは聞かないけど。あるやろな、カチカチ山時代を思い出すんやろな、あの先に背中に見つけられた時代を。ああ、あ山時代。何の時代なんで過去の過去みたいな。過去、過去。気になるな、その時代。交換対策か。頑張ってください。頑張って。じゃあ、次のお便りを、島さん、お願いします。 間違いかもしれんな、今回聞いてみよう。ああ、さっきマシさんにお願いしたから。あうん。今はじゃあ、しさん。あ私ですかああ、はい。あじゃあ、ちょっとじゃあ、ちょっやめよう。俺、島君、連続可哀想だから、俺、ちょっとかわいそうやわ。島君、ちょっと連続読んだ、可哀想そやから、次の人、荒川さん、お願いします。 荒川さんお願いします。私ですか荒川さん。<laughs> うどうも、こんにちは。お久しぶりです。それでは、えっ、ー、と、ご挨拶に、えー、ありました通り、私が荒川と申します。それでは、先生がませさせていただきます。え、うらたぬきさん、シマさん、隣の坂田さん、千ンさん、クルノ皆様こんばんは、カノンと申します。寒い日が続きますが、<あ>体調の方は大丈夫でしょうか早速ですが本題です。<laughs> 私は最近、子供は大人に憧れて、 大人は子供に憧れるということを母親に教わりました。私は今13歳なのですが、いつも楽しそうにふざけている時折真面目な表情を見せる浦島坂田サの皆様のことをとても尊敬しています。私も皆様のような素敵な大人になりたいと思っています。そこで質問なのですが、浦島坂田サの皆様は子供に対する憧れというものはありますかまた、もし子供に戻ることができるとしたら何をしたいですかふと気になったので質問させていただきますね。ここまで読んでいただき。ありがとうございました。

何も気にし気にしない無邪気なあの時のストレートな行動と言いますか考え方がやっぱ憧れますよね今となってはやはり自分の何かこう抑える欲止力みたいなものがありますがど、ね、子供の頃は悪いことがとわか,からなかったですからねうんなるほどね60年前ですか川さんそ <laughs> うなんった <laughs> あですか荒川さん全部っ50ぐらいやあそんくらいかそうだよ 60, 60年前ってもう何歳やねだいぶ前やで <laughs> 子供に憧れるのってあるえ、あるなんか、子供に憧れるま憧れはせんけど、<ー>子供の時から英語とか習っとけばよかったなって思う、うん、いや、習ってないけど、もっとその、うん、将来、深く、そう、深く、はいはい、ちゃんとこう身につけておきたかったなと思うなるほどね、確かに。なんか、今となってはさ、なんか自分で携帯持ってさ、なんかアプリに課金とかもできるわけじゃないですか。 ねうん、もう好き,好き放題よ誰に。誰に怒られることもなく。うん、特に志麻さんなんてもうアプリの鬼じゃないですか。アプ,リアプリキングですね。そうですね、うん。だからあんまりまあ憧れるとかはないな。で戻って何するかって言われたら、ね、俺もそう、なんか英語しかり、なんかもう今,今に役立つことをなんかしたかったね、<ー>やっぱり。確かに。うん 何事もなんかいつ,いつでもできるとか言うけどさ、若いうちからやった方がやっぱさ、<laughs> 身につくじゃないですか。そうだね。というリアルな話。はい。ありえますな。ういや、ね、そね、うん。坂田さんは坂田さん子供に対する憧れ坂田さんはね、あのー、子供に対する憧れっていうか、なんか、その、無邪気な夢を持ってた時代が良かったなって、羨ましいなというふうに思うことはあるね。例えばさ、うん、ポケモンマスターとかディエリストキングってもう目指せへんやん。ああ、うん、そう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 。 ポケモンマスターって昔なりたかったやん。でも、もう今目指せへんやん。真剣に目指してる人に対して。確かに。確かに、それはそうや。確かに。確かに。だって、せんら、せん今でも目指してるもんな。うん、俺。俺デイリストキング目指してんねんけど。うわ、あ。ああ。お前、それ、真剣にデイリストキング目指してる人に。失礼ちゃう。かいや、おや。お。お。デイリストキング。目指してるやつとか。 やばいよやいや、そつなんてこんなにおるんかなやればおるはず。いやおらん。いやおらん。おらん。いやどっちいやんなあ、困ったな。こういう時には、荒川さんはどう思うんだいや私はもうすでに引退した身ですからね。 目指せたんかい !1 回なってるみたいですよ。一回なってるのね。じゃなるほどね。なるほどね。子供に対する憧れか。でもどんどん欲深くなってるからあの子供の時ぐらいの欲望で止めときたいよね。そしたらいろんなことが幸せに感じる気がするから。例えば例えば そうやな。こう言うたら好きなことしゃべれるだけでちょっとこううれしくて一日楽しいぐらいのウキウキドキドキんだなんだ今のウキウキム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 キむキウキなるほどね。なるほどね。ああ、納得しました。納得しました。 以じゃあ、はい、次、読みますか。読みますか。なんか、マーシー大丈夫どぞ。ああ、大丈夫。今、一マーシーに。マーシーには読ませないから今日はもう。休んでてください。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。なんでやなんでやじゃあ、僕が、次読みます。はい、あり田さん、坂田さん、島さん、千楽さん。んこいつなんか順番が違うな。本当だなんで俺が島と巻いててんねお。 こ納得いかんなもう二度とこういうことしないでほんとにああっとくいかないなあここは押さえて呼んでくださいよちょっと分かりましたすみませんじゃあすみません気を取り直してすみませんはいブ田さん坂田さん志麻さんせいなここは押さえて呼んでくださいよここはさえてくだいいお願しますそしてクルーの皆さんこんばんは三津田と申しますはいえ質問です の…な、なんだなんんだか愛の手多い、ね、<laughs> 今年してみたいことや活動目標などありま<っ>お<え>皆さんは去年結成5周年を迎えあそうれ武道館 2days も無事大成功 <laughs> L オリコン1位も獲得し O <う>浦島坂田さんにとって飛躍の年になったことと思います V そんな現在無双状態の皆さんが次はどんな後悔をしたいのか、えー、はい気になったので質問させていただきました うん, <laughs> んでああ、活動目標が質問ってことか。<laughs> ここまで読んでいただきありがとうございました。最後に春ツアー決定おめでとうございます。はい、皆さんに会えるのを楽しみにしております。BS <laughs>、島さん、席払いがひどいようですが、大丈夫ですが、私は紹介しております。<laughs> 何してんだよ、こいつどのことです能力余のないでしょよちったな。よちりましたな。うん、すごいな、こいつ。うん、こいつはすげえぞ。今年してみたいことは活動目標などありますかどのことですよ。うん。

感じです。ほら、ほらが聞こえる。ほらが、誰か。天下統一。天下統一。日本統一。日本統一。なるほどね。政治家にでもなるんか。俺、そういえば、たまたま、あれ、先週にいたようなこと、なんか質問あったような気がするな。バンジーバンジージャンプって答えた気がする。やったわ。やったね。そういえば、思い出したわ。そう、思い出した。 だってじゃん聞こうやじゃんあそうだね大事何えっとね今年してみたいことやえっとあのどんな豚を育成したいかなどありますかとのことです豚を育成するのえっと健康でおいしいうん臭くないやつがいいなこの中にお父さんとお母さんはいないわおおあじい 自動。楽しいわ。ショーマス号やったのが2017年だよね確か。そうだね。そう。えそっか。ね。だから今年またアニメの曲とか歌わせていただけたらいいなって思うな。確かに頑張ろう。頑張りましょう。頑張るんば。頑張るんば。頑張れ。頑張るんばです。ぬってです。じ次のお便りをさからさんお願いします。 はい読みます浦田さん島さん坂田さん全奈さんそして鶴石クルーの皆さんこんばんは小<ん>田貝氏と申しますこん、うん、今回ルツアーのメインビジュアルすごくかっこよくてグッズが楽しみです、うん、なんかウザブライさんみたいですね <laughs> ということで質問なのですが浦島坂田戦の皆さんがタイムスリップできるとしたらどのいやいつの時代に行って何をしてみたいですか教えて教えていただけたら幸いですちなみに私は過去には行きたくないのでドラえもんの時代のドラえもん時代くらいの未来に行きたいです ここまで読んでくださりありがとうございます。これからも頑張ってください。ずっとずっと応援しています。とのことです。なるほど。なるほどね。う,ん,うん。ドラえもんの時代くらいの未来に行きたいって、<laughs> すごい可愛いな、この書き方。な、でも、わかるよね。まあ,あれ、あれだよね。その文明がめちゃめちゃ発達してて、秘密道具とかさ、そういうのがある時代のみ、まあ、あるかわからないけど、そういう未来に行きたいですってことだよね、多分ですな。うん。 タイムスリップか。じゃあ俺は5年前に戻って、結構浦島さから戦、うん、が結成されるときに、一人ずつの、えー、眉毛を二度と生えないように、えっ、ー、と、永久脱毛したいなって思います。<ー>怖えーなどういう回答うん。あれだな。じゃあその時間軸やったら、うん俺らの眉毛は今なかったことになるんやな。 ん未来を変えないと。じゃあ俺、うん、俺もちょ,ちょっと近い答えやけど思いついたわ。何だい ?5 年後ぐらいの未来に行って、まだウラシマサガタセが活動してるか見てくるわ。おお。で、してなかったら、なんとか5年も出せるように俺がこう帰ってきて、頑張るっていう。おー、オッケな。未来を変えるわけや。そう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 。かっこいい。にすげえ。ウ、まあ、ラ,ラシマンズゲートっていうアニメにしようや。 浦島酒田センズゲートにしろよせめて。ほんまやなほんまやほんまや。確かにね確かにな。じゃあましは俺は20年後ぐらいに行ってまあその浦島坂田センのこの4人は多分。 生涯ずっと4人でいる。まあ、仲良く。イエーイ嬉しいいいこと言う最高ななんんだいいやつかよ、お前。お前とだったらデュエルマスターになれる。20年がみんなデュエルマスターになってると思うんだけど、うんまあ、その誰が一番最初にハゲてるかを見に行ってくる。おい、怖いな。おい、怖いな。そのレベル、度合いはもう、あの、やばいよ。ないってこと、ないってこと。ともゾー状態 いや、友蔵までは行ってない。あの、なんか、野球場みたいな、こう、ぎゅンんって、なんか、U 字の、みたいな毛沢東、毛沢東みたいな。もう、これ、もう、られるぞ。なんか、もう、ちょっとましもう一回、もう一回言って、20年後の、なんとかってやつ。あー、なるほどね。ドーム場って分かった。そういうことかよそうそうそう、分かるやろ。いや、分かった。ぎゅーん、ぎゅーんってなってる。ぎゅーんってなってるやつ。あー、ちょこれ、春はみんな見てこれ。 んあっちえこれなんか違う、この真ん中のやつ。何これここの真ん中のやつ見て、2番目の画像のやつ。これなんか問えないんだけど。本当じゃあダメだ。じゃあダメだ。福岡ドームやんけこれ。福岡ドームやフーードムみたいななるほど。20年後か。全5十地検だな、20年後って。 なるほどね <laughs> でも、聞いてるみんなも20年後は30、30 40、30、40、言ってるんだよね。うん、言ってるよね。いやー、頑張りましょう。頑張りましょう。千蘭さんは私は、バブルの時代ってどんなんやったんやろうって、なんかってあー、確かに。気になる。うん、うん。なんかこう、あれなんでしょ札束を持ってタクシーを呼ぶみたいな、そういう時代なんでしょまあ、一部の人は。<laughs>

荒川さんかわいそうやんかそんな風に言ったら本当だよ大事大事にしないはいぜなさん呼んで宅中そんな感じちゃうからライラスト読ませてもらうぜええいウさん島さん坂田さん千奈さんそしてクルーの皆様こんばんはこんばんははい秋野誠と申しますおおーマコちゃんよろしくなよろしく浦島坂田戦スプリングツアー2019ざん開催決定おめでとうございます

金髪か。そんな髪の毛ふさふさしてないからな。ほら一抜けるよ。抜けたか。抜けたか。でもかっこいいねなんか。かっこいいね。いいっすね。え、裏さんとか設定で坂本なんだっけなんかそういう設定ってすでにあったっけいや、坂本とかそういう設定はない。特に。今ともないのかないない。それ、あの、先週の。 書いててくれたた人がが俺のだっっ話んかさ、そういう俺らの刀の設定をちょっと決めたいよね。新選組といえば、なんだっけな、あの近藤さんが小鉄っていうその名刀を使っていたとか。はいはい。なんかいろいろそのみんな名刀を持ってて、全員。なるほど。俺らもじゃあ、持つべきかなと。じゃあ俺いいかな。何俺はね、ザビマルかな。やっぱり。うわザンバク堂やん。 で、<う>まあ、ヒひヒをザビマルとか、いやいやいや、強いから強いから。レンジじゃん。レンジレンジ。やっぱザビマルかなって俺は思いますね。いいねうん。それじゃあ俺いいっすか。いいっすよ。俺やっぱ大紅蓮氷ン表裏丸あーマルああ、いいないいねそれそれはいいな能力かっこいいけどクソ雑魚じゃんそれも。<laughs> やめよお前、お前、大変いろんな人にできますよ。<laughs> うん、超人気キャラだぞ。

俺はね俺は鉄ッサイガー。チューナ。サイガーありゃ犬屋さん。犬屋さんだよね。犬屋さんの。金のけさってやつや。そうそう。俺テッサイガーの使い手やから。そうね。肩がでかすぎやろ、一人だけ。お前ら。肩がでかなるほど。テサイガーでかい。でかい。でかいよね。ということです。年の剣で 攻撃力5000ポイントアップするやつやん。で、いらんのにずっとデッキの上に戻ってきてクソ邪魔になるやつやん。いやんてって、次のカード引けれへんやんかってなつやん。すごいな、2人で、2人で分かってるのすげえな、それ。俺らはだって、ディリスト目指してたから、ディリスト聞いて。あど確かに確かに。なるほどね。じゃあ次のイラストいきますか。はい、はい、いきましょう。はい、ですか。次のイラスト、セナさんお願いします。 また。じゃ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 、じゃじゃマーシーが飛ぶから、これであと下がったら俺で終わりみたいな。なるまあね。ああそうそうそう。村田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、クルーの皆様、こんばんは。いや、こんばんは。イエス。初めまして、村中と申します。今回初めて月ラジーにイラストを送らせていただきました。ブラブラ緊張で、手が震えて、文章がおかしなことになっていたら、すみません。<や>イラストはお正月で、晴れ着を着ている浦島シャカタセンを描かせていただきました。書<ー>いたので,あたので、<何>のであまり色が綺麗に出なかったのですが、そこは目をつむっていただけたら幸いです。ふいさいで。 水彩すごいねすごいててアナログってことじゃな。いい、うん、ここまで読んでいただきありがと、うございました、どうか、お体に気をつけて頑張ってください、2019年もにのままシュマスの皆様のご活躍をお祈り申し上げますでまマまままマスタング大佐サマスタング大佐まー<す>。マスクラなんか炎。<laughs> <laughs> なんか炎ってないやねん。<laughs> な,んなんか。

ねさちょっとな目を薄めにしたらな、のカタの食べてるリンゴが口に見えてきて、坂田めっちゃなんかこう、うわぁ薄めだとね。確かにね。俺、あれじゃん、ちゃんとみんなそれぞれのアバターいるじゃん。アバターをる。あでもね。あでもこの中のキャラクターの中やったら、うささめちゃくちゃかわいいなと思うわ。どうしたあらら。 山田のいやいや山田のじゃなくて裏さんのキャラクターめちゃくちゃ可愛いなって裏子ちゃんこういう髪型が好きアニメやったら俺この子多分押すわえあららなに何いやこれ人気があるの俺マーシーのキャラっぽいよねちょっとツンデレっぽい顔してるじゃんああ独特ななんか普段はそのツンツンしてんだけどこの四人の中だとキャっていく感じねそう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 はい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 マキちゃんみ一番人気なそうやな戦乱のキャラクター これれああでしょ？あのー、外国からの留学生みたいなやつ、ちょっとなかなか片言からか。<laughs> たたでもさて、それやったら人気あるかもしれんわ、その設定なら。坂田、うん、は、わーって言ってるもんな。<laughs> <laughs> 口じゃねえから。<laughs> それ口じゃねえから。<laughs> 大きな口開けてポッキー食べてるふうに見えてきたわ。<laughs> <laughs> ああそっか、YouTube 映ってないの。

俺ね、俺マーシーか、マーシーか、坂田だと思うんですよ、今。いや、俺ではない。ない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 。でめっちゃ笑ったマーシー。俺、ゃ俺ゃ俺ちゃ笑いながら鼻かめんで、絶対。無理やって。俺鼻がないし。すごかったぞ、なんか。ねえ。マーシーはちょっとさ、あのちょっと鼻炎じゃん、今ね。あ、まあそうですね。だから、その可能性あるなって俺、今、鼻の空気めっちゃ添えるから、俺じゃないね、じゃあ。どういう状況であのあの音が発生するんだ からんまあ確かに、もしマーシーが自分でやっててここまで爆笑してたら結構やばいやつだもん。やばいでしょ。絶対絶対やばいでしょ。今、センナがめっちゃ怪しまれてるよ、コメントで。怪しいない俺じゃないんやけど、怪しいんでないよ。マジで違う。みんな笑う、誰か笑って発生してんだな。笑うと発生するね。笑いながらブーって言う人え、どういうこと笑いながらブーって言うてんのこれ。 い。ァーって音。いや、そんな、そもそもそんなことしてたか分からんぞ。最初してた。ね、してたよね。一番最初してた。俺も最初だけ聞こえたわ、最初だけ。うん、最初聞こえた。えじゃ誰なんで怖すぎでしょ。えやっぱじゃマスタング対戦。あ、いたんだな。放棄したんじゃん。そう。炎を食らわすために、やっぱ火力を増すために。幻のファイブメンがこの中にいる可能性が。幻のマスタングさん。まあ、サムはね、今、通話には一応いるけどね。ね。 ミュージにしてるから。ら <laughs> そ,その瞬間だけミューしてたらめっちゃおもろいやん、それ。<laughs> <laughs> 確信犯すぎだろうな、そしたらは,、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃあ3枚目、僕が読みます。はい。えー、浦田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。 ナカントコトコと申しますへえー、いつも楽しく月裸で聞かせてもらっています、うん、完全に私の趣味なのですがジャムと浦島坂田線の皆さんを書かせていただきました見てくださると嬉しいです、うん、ジャムって浦島あの<ん>玉が詰まる時のあれかな<は>れジャムったとかジャムったってやつや、ね、そう <laughs> <laughs> 浦島坂田線の皆さんは食パンをどのように何を乗せて食べますか、うん、私はいつもイチゴジャムを塗って食べているのですが最近蜂蜜をかけて 食べるのにはまってしまいました。何かおすすめの食べ方などあれば教えていただきたいです。これ前提として俺ら食ってる提。ここまで読んでくださりありがとうございました。これからも皆さんのご活躍を応援しています。じゃ食べてる前提だっいや俺、あるんだけど、喋ってもいいかな。いいよですか俺の食べ方は、ハチミツをまず食パンに塗りたくる。おたくる。そこからなんか炎を。焼くんや。 ハチミツをまずのせるね。そしたら次に納豆をのせる。その次にマヨネーズ。カロその三つは、その3つは使わない。おい、使わないのかわいい。パンだけ食べる。食パンだけ食べる。あ、そのままね。生でね。ああ、そうなんなげ。以上です。チパンだけ。じゃあ何なんだよ、お前らはよ。全裸は何なんだよ、じゃあ言ってみろよ。 <お>なるほど、うん、俺はねまずねやあのトーストを焼くの好きなんですよ。<laughs> んおお。炎で <laughs> なんか炎じゃないから <laughs> 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 ちゃ。ちゃんとあのオーブントースト,、ね、トース焼くの。あね、焼きたてのパンって僕ぶっちゃけ何も塗らないんですよ。で<え>牛,牛乳っ口に含んだ状態でパン食べて牛乳パン、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 牛乳パン。 のやつで食べていく。牛乳パン食べてるの。牛乳パン、じゃ、あ一緒に、まあ、口の中で牛乳パンになるけど。別に牛乳パン食べてるわけじゃなくて、牛乳パン。え、パン、パンを牛乳につけて食うのは、どうはまた違う。ちゃうへえ。全然ちゃう。うん。爆発すんな。逆やったらあかんの。パン。牛乳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 パンでたかの。あ、確かにパン牛乳の方が美味しい正直。ああ。うん。なるほどね。興味持てや。 いや、今日なんか持てない。ああ、興味ねえから、じゃあ次、さがった。えっと、僕は、ジャムが好きやから、普通にジャムかけてくるだけ。何ジャムあと俺は焼かない。何ジャムヘアジャムか。ヘアジャムね。はいはいはい。ヘアジャムね。いや、ヘアジャムではなく、いちごジャムですね。いちごジャム好きです。でも、いちごジャムにも、その、なんていうの 上の部分ってさ、うん、めっちゃイチゴのっててうまいけど、そこの方なってたらただのマジでジャムになるから、上らへんのジャムが好きやな。混ぜたらえん<ー>混ぜたらん混ぜたば。混ぜたヘラみたいなやつで混ぜたらよろしい。しああ、混ぜれば。そう確かに。以上です。<laughs> <laughs> 確かに。じゃあ、しまお,しまおさんは私ね、あの、ホットサンド派なんで。なんでみんな真面目に答えてんだ、こいつら。う <laughs> んで。<laughs> なんで、食パンはもう挟むタイプなんで、チーズとかハムとかタイプですね、僕は。いや、それはチーズ違う、ジャムおじさん出てきちゃったね。うん。そっちタイプなんで、ジャムとか甘どれないですね。うん。サンド派なんで、焼きますそのまま挟んで。全然興味ない何で焼くんそれえホットサンドキああ。ああ、のなんか、ートがつくやつでしょあ、そうそう、焦げ目がつくやつね。うん。その時パンの耳ってどうしてんの

かじるやんガブってほんなら絶対耳かじるやんでそっから90度の90度の角の部分までガリガリガリってまず耳にくんですよでそれを左右攻めるんですよで真ん中くって最後の L 字部分の90度のとこだけ残すんですよえわかるよねみんなほらめっちゃわかるって言ってるもんなんでどんな食べ方なんですかそれやらないと1日がうまくいかないとかなんかそういうそういうタイプがんかけ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  ああいやこれで分かる人いると思いますよ多分いや分かんないですねいや分かんないコメント9割が分かんないやい分かんないいや分かんないいやいや分かんないいやいや分かんないいや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 いいよいやいやはいファイトファイトファイトやっぱ牛乳パン牛乳パンいや分かんないうるさい乳よしじゃあ次耳を耳をあの油で揚げてなんか砂糖まぶせばあシュガーのやつ まままあああそれは美いしそなんか売ってるよね、パン屋さんとかにそれ。うん。それ好き、それは食べる。それは食べる。でも自分で作ったべない。うん。おいでも最近食パンみんな食べてる食べてる食べてるおめっちゃねっサカ田さんは買わない。俺も買わない。安い。ここで分かれましたね。長寿長寿安いで。 食パン朝食べるやつと食パン朝食べないやつファイト別に戦わなくて良いよね食パン結構なんだかんだうまいんだよな本当うんさあはいじゃあラスト坂田大王さんお願いしますよむずいちょっと待ってね浦田さん島さん坂田さん千良さんそしてクルーの皆さんこんばんはエアサロンエアサロンパスゆきです変な名前 ところで、先日は節分でしたね。<laughs> ということで豆まきをしている皆さんを書いてみました。節分といえば豆まきや恵方巻きですが、えー、今年の節分は何かされましたかもしなかったら子どもの頃にあった節分の思い出など教えてください。これからも浦島坂田線のクルーとしてずっとついていきます。大好きです。<laughs> とのことです。ありがとう,がとう俺は子どもの頃の記憶はもうね。だから何してたかわかんね過去にとらわれないタイプやね。もう記憶がねえんだ。 あのあの事件があってから俺は記憶がなくなっちまったあの事件は嫌な事件だったなあ,あ、うん、まさか坂田のエンズイが俺の脳にヒットし記憶がそこでさんは記憶を <laughs> 俺,だ俺が圧倒的にただ悪いだけや俺が悪いいだけやんいやしかしあのエンズイには理由があったなどうした何最愛の人を取られた いや最愛の人を殺されたんだ。鞭付けりを捨てたしたんだよ。よくよくそこで済ませられたな。そうしょうがないでしょ。うん。異世界ものだったら俺殺俺殺されててもしょうがないのにでしょ。ありがとう。はい。いいいいよ。という形。ちょ <laughs> <laughs> 何かありますか。普通に, <laughs> 普,通に普通にホウマーキック食いましたけどね。あー。うーん トルティーヤが来ましたね。だよね。自分のティーだよね。あれトルティーヤだよね。洋風に。トルティーヤ巻きした。自分の国のナイツに向けてねそうそうそう。いやあれはなんか、なんか普通に節分ツイートするのもなと思ってトルティーヤ買おうと思ってトルティーヤ買った。迷ったよね。ちょっと、春巻き、トルティーヤでちょっと迷って春巻き春巻もおかしいよ 春巻きを東北と東向けに食おうかなとえ、俺もんかやれよかったな何もネタ用意してなかったわ来年だね来年来年だねしよう1年後じゃあんか過去のエピソードとかはないのほんまに村さんね本当にないな別に鬼わそとふくわうちしたぐらいだよ家でうん。給食の時に出た豆が美味しくなかったわかるはいはいはいえ、あのなんかあれ。箱に入ってるやつ

あ僕、鬼のあれやで面して投げられたことあるよ、おじいちゃんとおばあちゃんに。えぇ、ー。しで、ね、<laughs> 投げられたお前が。そう、あの、鬼役をやってって言われて。なんでえ、うん、<ー>まあまあ、そういう実習がありましてね、普通に。え<ー>おじいちゃん、おばあちゃんやから結構優しくしてくれるのかなと思うやん。うん。うん、ガチで来てたからね。<laughs> ガチもんない、ね。<laughs> ガチで倒しに来てたそう,あそう,そう。あ、これ取りに来てるわ、俺。 って思って、俺もそこで反撃したもん。暗え、なんか炎。いやかもしれない。反撃しちゃだめだ。死んでまえや。燃え、燃えろって。燃えろ、そんな弱いから。あの。あ、そうだ。せん、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 なんかある。うん。ない。やばいな。これ最後でよかったのか。あんまりさ、だってさ、節分って、まあ、やるけど。うん。本当、形式的にやるだけで、ウキウキもせんやん。せえへんな。確かにな。確かにな。うん。 節分アンチやったしなしかも忘れてたけど。そうなのうん。節分アンチ。以上ですはいうーういす久しぶりにラジオしたな。確かに確かに。確かにな。みんな集合したな。2月月、月4日1周目は成功ですね。確かに。そうですね。11、18、11、18、25と。 4回成功したら浦島しまさは進化します。はい。です。です。はい。です。来月はもう、あツとーですね。うわ、来たやあシャーシャー始まるぞうん。頑張りましょうシャーうん。じゃ終わりましょううん。はい。終わります終わりますまたねさよならバイバイさよならバさよなら さよ,さようなら。さよなら。ユーチューバー。えー今日も京都でいい一日でした。<laughs> <laughs> <laughs> 終わった、終わった、終わった、終わった。